どうも、ふうへいです。ということで今回はクリーパーを232体追加しました。まあ、有名な匠クラフトっていうモッドだね。で、まあ、図鑑があるんだけど、はい、これがクリーパー一覧です。やばすぎ。倒すとこの図鑑が埋まってくらしいんだけど、もう細かすぎるな、これ。初代ポケモンより多いぞ。ということで今回は目標としてこいつかな、おそらく。うん、暴走という、まあ、クリーパーのボスを倒していきたいと思います。いやー、めっちゃ強い絶対。じゃあまずキー集めるか。ちなみに俺 2,3 年前ぐらいに動画化したことあるんだけど、やっぱ 2,3 年前の俺ってぬるいじゃん。まあ、この動画なんだけど、何を目標にやってたかっていうと、ダイヤモンドなんだよね。ありえなくない？いや、なんで今回はもうしっかり匠クラフトをやって、まあもうちゃんと強いボス倒していこうかな。まあ、だからいろんなクリーパーが見れるかもしれないね。まあ、なんで久々にね匠クラフトやってるかっていうと、まあ、なんかどうやらこれ新しく 1.20.2 の匠クラフトが出たらしい。まあ、ちなみに俺は今 1.12.2 をやってます。あ、そしてすごいな、このバージョンでもちゃんと村は見つけます。鍛冶屋もあるね。まだ完全移行したわけではなくて、まあ、だからこのバージョンにしかいないクリーパーもいるってことで、まあ、このバージョンでやってるね。まあ、みんなもね、よかったらぜひやってみてください。じゃあまずは、このバージョンの鍛冶屋ってさ、どう？お、質素。質素だけどこういうのがいいんだよって感じの中身してるわ。よし。そして、あ、そうだ、そう、食べ物とかないんだよね全然。あと、ゴーレムもいないっけ。あ、そっか、そんな感じだったわ。そして、まあ、まだクリーパーいないっぽいんで、まあ、とりあえずちょっと周りの素材集めていくか。まあ、もちろんそのクリーパーめちゃくちゃ強いやつとかもいるんで、なんか専用武器とかもあったりするんだよな。そう、今回ね、ダイヤだけじゃ到底耐えられないからね。え、待って、この時代の村ってさ、ペットないの？まあ、じゃあ食料とかも集めたいので、まあ、そこら辺のモブ飼ってきますか。やばい。そして待って、夜になってきたわ。これ枠、あー、なんかいる。こいつは石匠でいいのかな。でね、こういう匠はなんか爆発すると能力が結構違ったりするんだよね。なんか地形が変わったり、まあ、アイテムを落としたりもするの。だからもう全く違うね、普段のクリーパーとは。で、こいつね、村人ゾンビ匠ね。村人ゾンビじゃないから爆発するんだよね。もう何でもありじゃんそれで。こうやって倒すと、はい、こんな感じで図鑑に、どれだ、あー、これか、ちっちゃ。で、ちゃんと説明も書いてあると。ほら、匠化してしまった村人、治癒の魔法もたちまち爆風に飲み込まれるっていう感じで。でも他の匠も気になるな。あ、え、あ、あれ、そうだよね、なんだ、毒匠。うわー、めっちゃやだー。こういうやつはね、爆発させちゃいけないんだけど、なんか、え、気持ち足速くない？気のせいかな。はい、だが俺は強くなっていたーい。え、結構毒ある。え、やばい、しかも、え、この毒強すぎー。まあ、やっぱ食料とかも大事だから、もうここで肉とか焼いちゃうか。は、え、あ、そうだ、思い出した、たまにね、透明なやつとかもいるんだよね。だからちょっと肉焼いてる時とかも気をつけないとな。ちょっとじゃあ肉焼きつつ周りのやつ見ていくか。ん、ムクロウタクミ、ちょっとね、たまに多分読み方変かもしんないけど、ごめん、それは。まあ、スケルトンみたいなやつだよな。お、骨ブロックとかね。これでやっぱ結構レアアイテム落ちれば、じゃがいも。いや、そういうことじゃなくて。はーん、サイレントタクミ。こいつ、あ、あ、こいつ早くて静かだ。うわ、ちょ、で、これ怖いわ。気づかないもん。えい、危ね。緑タクミ、俺のこと？え、このラマは普通か、さすがに。あ、でも待って、服着てるやつもいる。何これ？オタクミ。あ、オタクってことね。すげえ、爆発見てみてえわ。でも倒してドロップ品も見てみたい。ちょ、あ、あ、待って。おお。え、なんか、え、入門爆発学ってやつ手に入れた。何これ？え、オタクミのおかげ？わあ！オタクミ、恐ろしいな。ああいうのってやっぱ簡単に使っちゃダメだな。クワタクミとエンダータクミ。いや、これクワタクミは多分そんなに無害だな。ただエンダータクミ、お前はダメだ。お？あ、クワになったー！ああ、
無害じゃない。で、あー、そういえばこれ、あー、なんか板は確かこういうやつ。うわいや、よかった。鉄拳そういえば鍛冶屋に余してたから取ってきたわ。まあ、とりあえずマジで気をつけなきゃいけないやつは分かったね、これで。そして朝になると結構クリーパー減るんだな。さあ、食料、いや、めっちゃ焼けたな。そしてまた夜が来たということで、狩りに出かけるか。あー、めっちゃ来てる。金賞かな。なんかでもそんなな気がする。いやー、あぶねー、弱いやつでよかった。なるほど、キノコの金ってことか。あー、でも、あ、ちょっと、いや、やだ。あ、箱匠だって。チェストの形してる。ちょっと動いてるな、でもバレてるぞ。あー、こいつ倒してみたい。なんか宝物とか落ちそうだもんな。よいしょ。なんも落ちんかった。さて、こいつは、ん、読めない。カゴ、カゴタ、やばい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 なんだこの氷の形は。すげえやついたな。いや、でも本当にあのやばいやつはこんな感じ。じゃ、どんどん増えるじゃん、新しいの。え、さすがに232体いるとそうなるか。窓匠、うん、ファンいる俺の。やばいやばい、ドーッ、スケルトンじゃ、あー、痛い、もう大変だって。もうやめろって普通のスケルトンは。あ、ちょっと待って、死ぬわこれ。あー、やめて。なの、かぼちゃ、あ、かぼちゃ匠だね。そして倍匠、まずい気がする。増えたー。ちょ、待って、マジでよくないって。もう、あ、どんどん増えるじゃん。え、なんだ、旗、旗が立った。いやいや、かぼちゃかぼちゃ、すごい踊り。あー、もうやめてって、暗くなったって。あー、ちょっと地味に嫌なやつね、もう。まあ、でも爆発が食らわないっていうのはいいね。うん、その動きはちょっと気持ち悪いかも。いや、この世界おもろいなあれ、まだいる。 あ、なんだっけこいつ、大文字匠みたいなやつ。いや、バーカー、あー、この地形が崩れた。あ、なんか、あ、やった、倒してる。でも、うん、俺がやりました。あ、どんどん倒してるわ。よし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 。あ、なんかうまそうなやつ。え、肉将だって。ちょちょちょ、待って待って待って、こいつは、いや、爆発させてみてやほうがいいか。うえぇ、シュシュシュ、ゾンビ。あ、溶岩匠だって。あ、こいつ、あ、こいつマジでや、絶対やばいわ。あ、アップねー、分かってたぜ名前で。まあ、そして、まあ、さっき言った通り、まあ、専用アイテムみたいなのもあったりして、まあ、例えばなんだけど、あ、これとかね、匠式棒盾。これね、爆発を防げる盾なんだよね。これの作り方が、まあ、こういう匠式高性能爆弾っていう、このクリーパーの頭を5個使ったアイテムだね。で、まあ、他にもこの匠式硬質鋼かな、これ鉄ブロック周りに置いて作るんだけど、作れるかいや、めちゃくちゃ多いじゃん。鉄これで8個できんのか。まあ、だったらちょっと作る価値はあるかもな。鉄匠とかいない。あ、土匠だ。最も最弱でしょー。この世界に当たり前なんてないんだな。こうやって判断するのが良くない。こいつ弱そうだな。あ、もう言ったそばからなんか弱いとか言ってるし、バー。今の視野また俺を強くした。ん、少々でいいのか。ちょっと待って、こいつ帯電クリーパーっぽいからやばそう。はい、おーし、転生、こいつ強そう。弱いわ。あ、雨降ってきた。あ、軽傷。待って、HP、 HP が、ちょ、やばい、なんてことしてくれるんだ、やばい。あ、あ、でも元に戻った、よかった。雷雨になると、あ、待って、クリーパーたちがこれ強化されるんだよね。これ、うわ、微笑、あ、ちょっと笑ってるってやつね。あ、でも結構鉄とかも出てきてくれた。待って、重火傷、劣化傷技名か。あー、平和的千箇所。うわ、平和的じゃない。生きてる。待って、どうやって耐える。耐えた。え、あ、なんかのクリーパーで回復。あー、なんかこれか。めちゃくちゃ回復してるけど耐久力ゴリゴリ減ってるね。あー、よくわかんないが助かったぜ。まあ、こうやって、は、あ、俺、俺がいた、俺がいた。あ、あ、またダイヤモンドのクワになったいやー、俺に爆破されてる。いや、本当に散々だねまあ、ただこの表面に結構ね、鉄とか出てきてたんで、もうそれ全部この鍛冶屋で焼いちゃって、そしたらもう結構ね、戻ってこれたね。いやー、
桑匠怖すぎるわ。もっといい匠に出会いたいね。さあそして盾でどれくらい防げるんだ。ん、時間差匠。いやちょっと待って、これはガチで防げなさ。待って、ええやばい、これなんか、え7、8、死を宣言されてるみたい、まるで。やばい、わかんない、なんだこの、消えない、やばい、一生不安なんだけど。ああ不可避、ちょっとやばすぎる。盾試したいだけなのに。パルス匠、あ、これなんか、おお、あ、まあ、でもちょっとは防げるのかな。あ、野生かなこいつは。あ、なんだこの家みたいな建物。いやこれ絶対ね、このモッドで追加されたやつだ。うわ怖いが入ってみるか。あ、溶岩匠、ちょっと待って、とりあえずお前の方が怖いか。あぶね。さあこれは入り口がちゃんとあるのかな。あー、これなんか専用ピッケルとかないと入れないやつかな。ただ上は一応入れて、あ、待って、え、なんかあるチェスト。うわ待って、すげえ、あ、待って、うわこれやばい、超強い武器ゲットした今。でも、あー、ダイヤ、めー、待って、これやばい、ラッキー、ダイヤモンド装備、ダイヤモンドもある、一回出よう、おー、これ急に成果でかくない。匠式宝剣かな。え、これ、え、ダメージ増加5とかもある。みなぎる力を与える匠の名剣。その一振りは秩序をしのぐ。で、巨匠特攻ってついてるじゃん。この巨匠っていうのは、さっき見た帯電クリーパーみたいなやつだね。まあ、ダメージ増加ついて攻撃力7って書いてある。で、まあ、一応持ってみるか。はい。で、最大体力もちょっと増えてるわ。すごっ。と、え、ダイヤチェストプレートダメージ軽減3。嬉しい。とか、爆発耐性4とかある。束縛の呪いか。これちょっと、まあ怖いからまだ取っとこう。そして匠式強球かな。ハゼる矢を打つ匠の迷宮、その人うがちは混沌をサイス。もう全然漢字読めねえよ俺。あ、これ射撃ダメージ増加と無限もあるわ。やった、おい、めっちゃよくない。え、これまだあったよね。これちょっと制覇しようかな。そして飛翔を一撃だいうことで、ちょっと待って、もう一回入るかここに。いや、びっくりするほどいいアイテムがある。ただ最初ちょっとめまいするんだよな。はい、あ、ラッキー、めっちゃいいじゃんマジで。幸運のツルハシも入ってる。採掘速度が低下してんのか今だから、このスポナーは壊せねえ。ただこれ下行けば、深淵の狂信者、あ、こいつなんか違うやり方で倒す系のやつだ。やばい、なんかやばい音する。あ、ちょっといけないの壊したな。で、あ、なんかスポナーみたいな感じか。あ、もうどんどん出てくるじゃんこれ。まあこれはこれでなんかアイテム稼ぎにもなっていいかもな。よーし、いやー、だいぶ強くなった。また見つけたいなこの建物。あれ、あ、またこれあった、ラッキー。ちょっと入ってみるか。どうだ、チェストの中身は。あー、ちょっと、あ、でも爆発もなんか結構耐えられるようになってんだよね。うん、もう結構もうダイヤ装備とかも揃っちゃったな。強くない？俺今全然聞いてなかったよね。いや、これもう洞窟行かなくてもいいな。あれ？しかも結構あるなこれ。もうでもね、こういうのがないと今日マジで勝てねえ。あ、やべ、野生だ。え、さっき即死だったのにもう耐えてるね。そしてじゃあこれで、はい、お、またとんでもねえ靴をゲットしたんで、ダイヤフルだね。で、この時代はネザライトがないんで、これが今一番強いぞ。まあ、さらに、まあ他の、ね、武器もとんでもないのをゲットしたし、いや、マジで、これで、クワの匠に消されたら泣く。よし、食料も結構取れたね。あー、なんかでかい。え、エメラルド匠なんていんの？ちょ、でかい。ちょ、頼む、もうちょっと、いや、近いか？あ！倒した方がいいやつだ。あ、いて、ちょっと、でっか、シルバーフィッシュなんかでっか、あ、やばいか。いや、でも爆発の威力もやばいわ。まあ、でも逆にこうやって巨匠化してた方がこの剣で倒しやすいんだよな。あと、どうやら洞窟にしかないアイテムっていうのもあるらしいから、まあ俺ダイヤ装備だけど、まあ、洞窟掘ってこうかな。え、あ、これじゃない。あー、びっくりした。え、
え、待って、え、これも罠か。あったー、あ、これあれかな、なんか専用ピッケルじゃないと壊せないやつか。いや、わかんない、普通にハズレを引いてるだけかもしんないからね。そして、あ、上下逆さまになった。しかもすげえ危ねえ、これ落下耐性4ついてるから生き残った今。やばいやばい、逆さまでさらに吐き気って、俺酔いやすいんだからやめてよ。あ、戻った。あ、ここにもあるね、この白いコース。あー、やっぱそうだ。いや、これ特殊なやつあるんだよね、これだ、対地雷ピッケル。あ、絶対これじゃん、てか名前が。これはね、この匠式高性能爆弾ってやつがあれば作れるんだよね。で、そのために、まあ、この匠の頭とか、あと火薬が必要なのか。いや、集めたいけどな。あ、あそこにもクリーパーいる。うわ、桑匠だ。やべえ。あ、あ、トラウマ。オブジェ匠。いって、これは、これ、匠式高性能爆弾。そして、これもね、とても貴重な鉄なんだけど、え、これさ、うわ、これ大丈夫？あ、取れるんだ。やった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 。オブジェ匠ね。覚えたぞ。これも取れるかな。やべ、怖っ。あ、ダメだ。あ、ふう、まだダメか。あ、ダイヤモンド匠だって。待って、だー、倒せればな。まあ、だからこの鉄だけまず取ってこうか。あ、てか、そっか、結構クリーパーからさ火薬落ちるから、さっきゲットしたこのドロップ増加3の剣を使えばより火薬が落ちるんじゃない。ほら、お、あ、いい感じいい感じ。これでどんどん倒していこう。ん？お前でかくね？気のせい、いや、気のせいじゃない、気のせいじゃない。あ、やばいやばい。くらい。そうだ、俺には弓もあった。いて、いて。あ、え、嘘。あ、なんかたくさんクリーパー出てきた。あ、あー、痛い。あ、これはこれで嬉しい。え、うわ、俺、さっき俺を倒した俺だ。今度こそ自分に打ち勝つ。え、待って待って待って。え、お前も弓構えんの？怖いって。あ、倒した。え、弱え、もっと強くあってほしかった。はい、あ、これどうだ。あ、あー、ちょうど作れた。よし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 、これでまずじゃあツルハシ作れば良さそう。うん、このツルハシがね大事になってくるから。さあ、あ、これこれこれ、あ、ほらほら、え、すごっ、めっちゃすぐ掘れる。ほら、え、あ、で、やばい、耐久力少な。で、ただほら、見て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 、この火薬の量やばくない？だからまたこれでピッケル作れるぐらいまでの火薬は余裕で取れちゃうんだよね。しかも経験値もすごいな。うわー、気持ちいい。まあ、だからこれでどんどん火薬ゲットするか。あ、使い終わると爆発するらしい。いって、ん？なにこれ、え、怖くない？火薬ガン匠。え、おま、あー、本当に偽物あったんだいや、マジで気をつけないとな。ただ、え、いや、本当にこれでめちゃくちゃ進むぞ俺の匠クラフト。もうこれで頭も作り放題だしな。さあ、そしてこの匠式高性能爆弾を使ったこの盾だね。爆発を防ぐ匠印の大盾。爆弾から作ったけど大丈夫？絶対大丈夫じゃないよな。ちなみに俺の盾はもうね、爆発で砕け散ってるんだよね。だからそれすらも結構防げるようになるんじゃない？これで。うん。これでじゃあ一回また外出てみるか。さあ、じゃあこの盾の能力を見てみたいな。なんだこいつ。上昇か？あっぷね。あ、でもすごい、完全に爆発を防いだね。もう俺にもねダメージが食らってなかったわ。失笑。待って、なんかこの感じまずい気がする。なんか手持ちを全て失うような気がしてならない。ちょっとこいつ倒して図鑑見てみよう。あぶね。どんだけ揃った。あ、でもまあまだそんなだな。まだ33体しか倒してないらしい。まあ見たやつだったら結構いそうだけどね。ほら、失笑。データが消失しています。いや、怖っ、怖い。雲だ。はい、まあもうでもこのシールドをね貫通できるやつはなかなかにいないんじゃないか。あ、そしてまたこの建物あったね。いや、実はねこの剣なんかほら、とても重い匠式宝剣ってされて、攻撃力も下がったし、持つと体力減るし、なんか重くてちょっと移動速度遅くなるんだよね。いや、だからねちょっとこの剣変えたい。いや、これもね、まあ、気づいたらされてたんだけど、多分
この匠の能力だろうな。いやでも大丈夫、あ HP がちょっと少なくなっても、いや全然効かんな、もうマジでいい剣ばっかあるな。あすごっ。あそしてここはどうやら右クリックすると決まった匠が召喚されるらしい。あーなんか、あー、俺どうしちゃったんだ。なんか凍結って書いてあるから凍らされてるね俺。よし、召喚されるのはこのブロックごとで別々らしい。まあただ結構もう整ってきたから、今回の目標である王将を召喚させるためにちょっといろいろ整えていこうかなっていうのが、なんか必要なアイテムがあって、これだね、王将の祭壇ってやつで、これがめちゃくちゃむずいな。匠式高性能爆弾とダイヤブロック2個とエメラルドブロック3個か。いやこれでも結構いけるかもな。ダイヤブロック2個いけるし、え、エメラルドブロックは、あ、え、あ、これ作れるか。はい、あ、できたわ。でね、これそう、あの説明にも書いてある通り、普通に置いて右クリックすると、まあ、上位匠を召喚できる、まあ強い匠だね。そして高性能爆弾の上に置くと王将を召喚できると。でこのねエメラルドブロックの上に置く輪廻転生もね気になるんだよね。とかまあ多分ここら辺全部ボスだね。まあだから余裕あったらちょっと他のやつとも戦ってみたいね。さあそしてなんとこの匠式高性能爆弾を使って、はい、装備を作ることができるんだよね。強っ。え、防御力プラス15って書いてあるけど、え、これ本当にそんなに強いのか。なんか耐久力めっちゃ低いとかがあるのかな。ちょっと一回着てみるか。いやーなんかでも、うん、普通だな。普通にこの防具試してみたいな。まあでも結構ダイヤがもともと強かったからな。おー、あー、やっぱそうか。あ、てか耐久力ほんとだ、7分の4って書いてある。やべえ、なんか無駄なのに使っちまったな。まあ、とりあえず今夜はね、いろんなやつと会おう。でまだ俺自分を強くすることができるかもしんないからね。お、え、なに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 、なんか、え、いって、いや今絶対 HP 半分にするやついた。負傷、あ、こいつ絶対やばい。あー、やばすぎ、やばい、えぐい、爆発が連鎖してる。え、これ本当に終わっちゃうんじゃない、このワールド。え、無限に爆発してんだけど、やめて。え、さすがに終わった。いや、ダメだダメだダメだ、これ本当に離れないとワールドが終わる。え、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 何何何何、今一瞬雷落ちて名前表示出てきたな。うわ、待って、なんかいる。え、樹林の匠だって、やっぱ、え、あいつだー、木だ。ちょっと待って、弓は、えい、え、え、めっちゃ強くないこの弓。待って、負傷だ、あ、危ねえ危ねえ、待って、こいつはとりあえずやばい。あー、ちょっとやめて、はいはい、危ない危ない危ない。そして樹林の匠、え、だ、ん、倒した、いや爆発したのかな。まあ、たまにああいうやつも出てくるっぽいね。まあ、そして、うわ、砂漠か。いや、ここやばそうだな。と、一文字タクミ、あぶね。え、なーい、あっぶね、先手必勝だって。あー、ねえ、よかった、俺が先手必勝したね。長勝。わー。あー。え、進化のタクミ。すごい。進化してるのか、それは。果たして。違う、長勝の効果だ、絶対これ。跳ねてるね。はい、おー。いや、このね、たまに落ちるエメラルドみたいなやつ、これもなんか新しい武器とか作るのに使えたりするんだよな。もうじゃあもう砂漠なんで、もういろんなやつ倒しまくるぞ。え、暗黒の匠だって、エンダーマンや。待って待って待って、危ねえ、エボリューション。気になる、来い、革命起こしてくれ。はっ、すげえ。え、これ爆発してもなんか復活して帰ってくるみたいなやつ、あ、すごいすごいすごい、これマジでエボリューションだね。あ、砂漠にもあの建物あるんだ。いやもうでも俺ピラミッドとかミムピ、ミムピ、ちょっと待って、なんか、地雷の匠、俺が噛んでる間に。そして待って、エメラルド匠だ、こいつ倒してみたかった。えい、おー、あ、やっぱエメラルドブロック落としてるね。そして地雷の匠、これ絶対近づいたらまずいでしょ。もう弓で倒すか。いや強いわ、 HP50 だから、まあ他の匠よりちょっと強いかなぐらい。あ、そしてこのね、結晶をゲットできると、え、こんなゲットできんの、マジ。あー、だったらなんか新しい何か作れるかもな。あ、こいつなんかやばい気がする。
霧章。いやー分かってきてるー。お、かなとこっしょじゃん。待って、上から、え、あ、はーん、お、すご、ここだけ無事みたいな感じだったな。いやー、匠の世界に順応してきたぞ。なんだっけこれ、なんていうの、あ、アジャリだっけ、ちょっとよくわかんないけど爆発させてみよう。あ、ごめん。さあ、本日何度目だこれ。あー、やった。もうでもあれだな、俺がもうだいぶ強くなりすぎたかもしれない。もうあまりいらないな、ここら辺の装備。そしてじゃあさっきゲットした小素結晶炎かな、これをこうやって周りに置いて、さらに真ん中に小素結晶普通のやつを置くと、はい、できた。匠式演算灯でいいのかな。攻撃した敵を炎上させるとか書いてあるけど、まあ、攻撃力そんな強くないんだよな。まあね、もしかしたら匠にめちゃくちゃ効くとかがあるのかもしんない。えい、え、ん、いや、え、待って待って待って、え、ん、なんか予想以上の火力出てなかった、中二症だって。あ、眼帯つけてる、ちょっと気になるやん。行くよ。え、いや強っ。待って待って待って、なんかこの炎上っていうか爆破ダメージを与えてるわ。いやこれはねマジで強い。待って、チャンクショー、チャンクショー、絶対やばいやつー。あっぶねー。あー、朝なのに暗いってことはこれ、あー雨降ってるな。だからここら辺も巨匠化してるね。相手が巨匠だったらこの匠式宝剣の方が強いんだけど、巨匠とかじゃなかったらこの匠式炎山刀の方が強いかもね。さあ帰宅したぞ、最初の村に。ボロボロすぎんか。そして新築の匠だって、ちょうどいいところに。なんか新築建ててくれよ。あー待って、やばいやつ、待って、クワショーだけいないことが、う、頼む、クワショーだけは、ギャー、待って、あっぶね、おーすごいことになってる。とりあえず盾構えろ。とんでもねえ建築シーター。あ、あ、痛い痛い、あ、待て、ギャー、なんで生きてる、あっぶね、え、なんか自信ついたわ逆に今ので。あ、そして、あ、地雷いるね、こいつも一応倒すか、オッケー、やったーでいいのか。あ、でもすごいことになってる。え、なんかガストの声すんだけど、何これは、ガストじゃん。とりあえず撃ってみるか。めっちゃ匠の顔してんな。いけ、お、楽勝。おい、またこの村荒れちゃったじゃん。このレンガが新築ってこと、いや許さんよそれは。暗い、爆発する、待って待って待って、まだまだいそうだな、ここらへん。いて、お、でもオッケー、倒した、気持ちいい。やー、どっから攻撃してる、あ、ちょっと透明のやつがいたわ今。うん、これで、おー倒した、やったー。な、倒してない。油断した。まあでも本音を言うと、まあ、もっといろんなやつと会いたいな。うん。まあみんなもね、ぜひ入れていろんなやつに会ってみてください。そして意外と盾壊れそうだった。あとダイヤ装備も壊れそうなんで、はい、金床で修復しよう。いやこれ耐久力あってこれだからな。やっぱ爆発は恐ろしいな。なんか今あっち、あー落ちてる雷。あ、樹林の匠だ。どれだ。あ、いた。一本だけ動いてる木発見。よしよしよし。これもまたなんか作れそうだな。じゃあこの小素結晶草ってやつを手に入れたので、これでちっちゃ高所からの暗殺にダメージボーナス、ちょっとよくわからないな、こういう場所から、えい、お、なるほどね。まあとりあえず上の方から叩けばいいのか。ということで、はい、これで肉も焼けたんで挑むか。おーしょー、あっぶねー、ここだけは壊されてはいけない。どこに召喚しようかな。まあここら辺でいっか。じゃあこの匠式高性能爆弾を置いて、あぶ、あー、そうだった。まあ今みたいにならないようにね。はい、そしてこの上にこの王将の祭壇を置くと、いくぞ、王将召喚。え、あー来たー。え、やばいやばい。え、体力低下時の強力な攻撃に注意っていう注意書きが出たね。で、HP250。今まで戦ってきたドイツよりも強いな。じゃ、まずはこの、匠式炎山刀。全然効いてなくね。あー!いって!マジ?かなり効いたね、俺に。なんか雷がどんどん降ってきた。いいのか?高所からの暗殺に注意だぞ。
おっ、いや、あー、そんな入ってねえな。うん、うわ、なんだその周りのあれ。あ、待て、今巨匠を貸してるってことはこの、あー、なにそれ、ぐっちゃぐちゃになってる。匠式宝剣めっちゃ入んじゃない。あ、取るか取るか。いや、これ待って、なんか溜めてるわ、絶対やばいやつ。うわー、なにそれ。お、王将の祭壇が降ってきた。ちょ、水使って、あ、水消えた、やばい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 。どこあ、そこかな、煙が出てる場所な気がする。あ、いた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 。ん、待って、なんかいって、ね、弓もダメージ入んなかったな今。そういう状態があるのかもね。うわ、待って、どんだけ下がってんだ下に。待って、溜めてる。あ、巨匠、あー、これか。いや、だがこれを防いで、待って、今巨匠化してるでしょ。あ、結構やっぱこれ剣ダメージ。ちょ、待って、耐えろ。あぶねえ。やっぱこれ一応水あった方がいいな。やばい、そして雨降らせたから他のやつらも召喚された。あぶねえ。あー、もう、そう、お前らに構ってる暇はないんだ。爆発してくれ。王将のやつどこ行った？いるねえ、あそこに。え、でもね、マジで弓効かないっぽいな。だから俺が直接出向くしかないと。その周り怖いな。ただ、はい、はい、もう俺跳ねてもいいよ。うー、下に落ちるのがきつぶーいって。あー、もうぐちゃぐちゃだ。待って、これ岩盤まで行くんじゃない。まあ、岩盤も破壊されなきゃどうにかなるか。もうこの時に殴りまくる。で、今水の中隠れてるから爆発ダメージ消せるんじゃない。はい、いい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 。うわー、なんか光ってる。いって、この防具でこのダメージ効かされるとはやばいな今の。え、これもう第二形態みたいな感じか。体力低下時に注意って書いてあったから、多分これが第二形態みたいなもんかな。え、うん、相変わらず弓は入んないので、待って待って。あー、え、爆発力増してね。しかも岩盤来たしな。やっぱここに来るしかなかったんだな、俺は。うー、近距離、ゼロ距離すぎる。いや、これね、いい感じにマジで、うーっ、ぷ、水が垂れてんのが良かったかもしんない。で、もう終わらせるぞ。溜めてる時にやれ。はい、ラスト、じゃらーい。防御力も上がってる、この爆発する時。あぶねー、今なんかめっちゃでかい剣出てきてたな。よーし、これで倒したー、キングスレイヤー、王将倒したぞ。いやー、すごいことになってんな、地形。よいしょっと。いやー、だけど王将倒せたな。まあ、何回かやられかけたけどね。ということで、まあ、今回の目標達成なんだけど、まあさっきも言った通り、まだ王将の祭壇作れそうなんで、なんか別のボスとももう一体戦ってみたいなぁ。さあ、作れたね。これ何出せる？エメラルドブロックの上に置く輪廻転生か、ダイヤブロックの上に置く堂々優勝。え、俺ね、輪廻転生は知ってんだけど堂々優勝を知らないんだよね。ちょっと、じゃあ堂々優勝いくか。じゃあ行くか、本当のラストバトル、堂々優勝いきます。はい。え、あ、そういう感じなんだ。イエーイ。え、ダイヤモンド爆発無効。あー、ダイヤブロック64個。ということで、今回倒した匠の合計こちらです。全然まだまだだな。